ドド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 ドこんにちは、いきわさんです。今日はですね、この前のエキゾチックレクタイエキゾチックレクタイレブもうダメだもうダメだ。エキゾチックレプタイルエキスポ、この前紹介したエキゾチックレプタイルエキスポ2021 in 蒲田の動画を出したと思うんですが、そちらでね、実はちょっとお迎えをしてた生き物がいたんですね。まあ、若干ね、全部見ていただいた方は、お察しの通りだと思うんですけれども、そちらのこの紹介をしていきたいなと思います。それでは行きましょう。どうぞ。はい、まずはこちら。これね、すんごい大暴れしてるけども、こちらですね、カエルブリード研究所さんからお迎えしたアマミアオガエルです。いやー、あんたどんだけアマミの固有種好きなんてね、皆さん思ったと思うんですが、いや本当にね、アマミの固有種が大好きなんですよ。やっぱりね、こういい、こちらワンペアお迎えして、とりあえずちょっとケージが今なかったので、モリアオガエルのケージの中に入れてあげました。これね、ワイルドらしくってちょっとね、警戒心強いんですぐ隠れちゃいましたね。はい、じゃあ次はね、飼育環境から解説していこうかなと思うんです。まあちょっとこれ簡易的な飼育場を作ってるってだけなんで、まあ床材ぐらいしか紹介できないんですけど、とりあえずね、これジョジョサンドとジェックスさんのヤシガラ、なんだっけ、モンスーンだ、モンスーンを半分ずつ入れてます。でシェルターとして、これコルク樫の表皮をこういう感じでシェルター代わりに使ってます。で実際これね、生態入れていくんですが、もう見えてるよね。はい、こちらですね、アオカナヘビです。お前また買ったんかと言わんばかりの感じですけども、はい、また買いました。アオカナヘビのこれペアですね。でこれはショップのディジーポイントさんでお迎えした子になるんですけど、このエキゾチックレプタイルエキスポでもアオカナヘビを実はお迎えしてまして、3匹ねお迎えしてます。まあ、今回この写ってる子はね、謎にちょっとなんでか知んないけど違うんですが、ちゃんと3匹買ったのをご紹介しようかなと思ってるんで、とりあえずアオカナヘビをお迎えしたということです。でまたこのアオカナヘビはディジーポイントさんの、沖縄の子かな、そうですね、沖縄の子をお迎えしました。でイベントではまたカエルブリード研究所さんにいたアオカナヘビは、あれは奄美大島 CB の子ですね。それを3匹お迎えしました。まあ、ちょっと性別が分かってないんで、まあ、オスっぽい子1匹、メスっぽい子2匹っていう感じで、で今3匹はね実家にいるので、また後日動画にしたいなと思います。こんな感じでこの子たちもね、仲良さそうでね、すごくいい感じですね。またちゃんとしたケージを使って飼育環境も整えていきたいと思うので、また動画にしたいなと思います。はい。
い、いかがだったでしょうか。今回はね、でまず一つ目が青カナヘビ、うちにいる青カナヘビと同じ子を、追加で3匹買いましたね。でオスメスがちょっとわからないってことだったんで、まあメスっぽいのにオスっぽいの1っていう感じでまあ買ったので、今後の成長がねちょっと楽しみなところではあるんですが、今回追加で青カナヘビ3匹を買いましたというお話です。アマミアオガエルも今回はペアを、ワンペア買いました。カエルの沼から抜け出せない人生っていうか、私あの大学時代はもう本当にカエルをほぼ、カエル1本でほぼね、あの飼育してたんじゃないかなっていう感じの人だったんで、もうカエルばっかカエルばっかっていう感じで、まあ社会人になってもカエルの沼から抜け出せない女ということで、あの今回はね、アマミアオガエルのペアをワンペア買いさせてもらいました。いや、この前のね、目の手術の動画とか、初ライブ配信をした時にゲロゲロ泣いてたカエルって、このアマミアオガエルの話なんですよ。だからめちゃめちゃ今ね、すごい泣いてて、で、ペア的にもね、そんなにあの相性は悪くないなっていうふうに思うので、繁殖できたら嬉しいなっていうふうに思います。最後まで見ていただきありがとうございました。いいな、面白かったなって方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。